入り口である中岩に到着しました。中結構入り組んでそうだし、入り口狭え。入ってくると一つの部屋のようになっています。左もこんな奥続いてんの。これは何だろう、弾薬庫とかかな。ああ、なるほど、出入り口になってるんだ。波の音が聞こえる。外に出れるのかなこれ。あ、これあれじゃない、こっからこうやって銃を構えて敵を狙撃してたんですね。どうも、ぶどうです。今回はですね、神奈川県の水戸浜という場所にやってきました。この水戸浜にはですね、水戸浜南陣地というね、戦時中に作られた地下壕があるそうなので、今回はその水戸浜南陣地を探索していこうと思います。その水戸浜にはですね、水戸浜南陣地以外にも、水戸浜北陣地というね、北の方向にある地下壕もあります。結構その水戸浜周辺にはね、いろんな戦時中の遺構が残されているそうです。はい、それではね、早速見に行ってみましょう。はい、今ここがね、水戸浜海岸なんですけど、目的の地下壕はこの海岸を背にした、はい、あそこ見えますか。あれ、あの四角く開いた穴は銃眼と呼ばれる場所で、あそこから海から攻めてきた敵をあの銃眼から銃でね狙って狙撃していたそうです。そして入り口が確かこの藪の中にあるんですよね、確か。いやー、結構ここも広そうですね。いやー、木の影になってるから結構暗いな、やっぱり。そう、この上なんすよ。はい、そして入り口である銃眼に到着しました。いやー、中結構入り組んでそうだし、入り口狭え。よっこらしょ、よっこいしょ、お邪魔しますと。おお、入ってくると一つの部屋のようになっています。で、ここ奥行くと、虫は思ったよりいないな。入ってくると突き当たりと思ったら、あれか、左側に続いてんのか。で、そんなに分岐があるわけじゃないのかな。分岐あったらあったらちょっと迷いそうになるから嫌だけど。下のこれロープなんだこれ、目印かな。おー、広い。広い。右と、左もこんな奥続いてんの。どうしようどうしよう。最初じゃあ左行きますか。あー、ゲジゲジがいる。お邪魔いたします。おー、ここはなんだ。あ、これ部屋っぽいな。ちょっとこの部屋行くか最初。あ、ここ部屋で終わりだな。ちっちゃい、これはなんだろう、弾薬庫とかかな。よし。で、まだまだ先に続いてます。あ、これまた部屋っぽいな。部屋じゃなかった。部屋じゃない、これ奥までずっと続いてるわ。ただこっちの正面はあそこで行き止まりかな。あー、どんどん天井が低くなる。こっちはマジかよ。まだ続いてる。あ、でもこっからなんか外の音がする。よし、外に出れんのかこっち。あー、狭い、低い。あ、痛い痛い痛い。外だ。へえ、なるほどね。外にこっちは繋がってるんだ。よし、戻ろう。よっこらしょ。あれ、ちょいちょいもやしみたいなのが生えてる。じゃあ中にこれハクビシンとかいるのかな。戻ってきて、そしたら次は、この左側だ。あー、こっちもなんか、奥に行くにつれて、ちょっと上り坂になってて、ちょっと狭くなってるような気がするな、奥に行くにつれて。あー、やだな。ちょっと奥どこまで続いてるんですかね。ちょっと教えてくれ、ここら辺のケジケジさん。もやしがいっぱい生えてる。あー、全然奥続いてた。ちょっと待って、あれ、T 字路の分岐じゃないよね。マジで？あ、よかった。右側は続いてないけど。ああ、なるほど。左側が出入り口になってるんだ。なるほどね。よし。とりあえず戻ろう。よし。戻ってきて。確か、この右側から来たから、今度こっちの正面行きましょう。
正面つってもあそこで行き止まりっぽいな。行き止まりだけど左側にまだ続いてるわ。よし、ちょっと正面先に行こう。多分行き止まりでしょこれ。あれあれ、行き止まりじゃないこれ。さらに分岐してるわ。多く続いてんな。マジか。よし、そしたらこの左側攻めよう。うん、ロープ続いてるしな。誰かの目印だとしたら、あー、なんだこれ。鍋とかいろいろ落ちてる。誰かがなんか晩酌でもしてたんかなこれ。まあ、プルタブの缶が落ちてるから相当昔なんだろうけど。あー、でさっきのあれか、こっち側に出れんのか。あー、どうしよう。いや、先にこっち行きますか。ちょっとね、あちこち行って多分見てる視聴者さんは結構どこがどこだかわかんないような気はするんですけど、ちょっと後でここ地図書いときます。こういう地図な、あの道になってますっていう。じゃないとこれマジで迷いそうになるな。本当に迷いそうになるし、見てる視聴者さんはどこにいるのかわかんなくなるよなこれ。あ、さっきのロープだ。ここで終わってる。これ左側行こう。どこまで続いてんだこれ。あ、行き止まりかな。行き止まりでした。戻れ戻れ。へえ、あ、でもこれ、このなんか線になってるやつ、これ当時のあれだ、掘ってる跡だこれ。へえ、ちゃんと残ってんだこうやって爪跡みたいに。すげえ。うん、でもなんかここあれだな、動物の糞の匂いがするな。ハクビシンでもいいのかな。よし、こっちのロープの先行こう。何これ。ん、何これ。ハチトリ？ハチトリってなんだ？このハチトリって何ですか皆さん。ちょっと昔のやつだよなこれ多分。ちょっとわかる方コメントで教えてください。ああ、これがさっきの隣の穴だ。あ、ここまでだ。なるほど。ああ、なるほど。ここはずっとこうやって横の穴とこうやって繋がってるんだ。よーし、とりあえずこっちの方まで戻ってきたぞ。そしたらこっちの奥だ。こっちの奥行きましょう。いやー、長え長え。マジで長えな。うわー、長いし、また分岐ここ。ん、あー、なんかここに書いてあったっぽいな。昔は白くもうペンキでもう剥がれちゃってるけど、なんか書いてあったっぽいな。こっちの左側行くか。なんか部屋っぽいよなここ。よし。あー、なんか部屋だ。部屋があって奥に続いてるっぽいけど、これ多分さっきの道に戻るんだよね。うん、そうだ。あ、ここにもあった。なんかあれかな、ここ軍のなんか総司令部みたいな感じの部屋だったんかな、もしかして。よし、この奥は、あ、行き止まりかな。ここで行き止まりじゃない。マジか。そう、こんな続いてんのこれ。広すぎ。広すぎ。マジか。で、ここでまた分岐してんのか。あ、なんかあの白いのなんだ。しかもこっちの白い方、なんか波の音が聞こえる。外に出れんのかなこれ。こっち側外に出れんのか。あ、これあれじゃない。よし、ここさっきの、お、椅子だ。さっき多分冒頭に説明していた銃眼のところだ。あ、そうだそうだ、ここだ。へえ、外が一望できる。こっからこうやって銃を構えてこうやって敵を狙撃してたんですね。なるほどね。基礎部分もちゃんと残ってますね。よし、そしたらこっちの右側か。あれ、右側もこれ続いてないな。正面は、あ、こっちも、うん、続いてないな多分。ここまでだよね。あ、ここまでだ。
よし、戻ろう。これで全部探索してよね、俺ね。だよね、してよね、俺。ああ、びっくりした。ちょっと戻ろう、一旦。あ、これ戻ってきて、ちょっと待って。今ちょっととりあえずさっきのなんか司令部みたいなところに戻ってきたんですけど、上にこれあれだ、電球がつけるようなものがありましたね。これなんだろう。うん、ここに多分当時は電球をつけてたんだろうな。へえ、ちょいちょいやっぱあるな、こういう当時の名残が。よし、とりあえず戻ってきたけど、うん、そうだね。よし、これで全部見たね。いやー、広かった。よし、とりあえず脱出しよう。はい、というわけで今回は水戸浜海岸にある水戸浜南洞窟陣地の探索でした。いやー、中はかなり入り組んでましたね。そしてね、あの珍しい銃眼というものがね、見れたのは個人的に結構感動しましたね。あんな綺麗に基礎部分と、あの窓枠のようなあの四角い部分があんな綺麗に残ってるのは初めて見ましたね。いやー、しかも奥のあの総司令部みたいな部屋もね、見れたんで結構ここは面白かったですね。はい、というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。